はい、おきちゃん、こんにちは。はい、こんにちは。はい。どうですか、だいぶ落ち着いてきましたか。まあまあですか。まあまあですか。まあまあっていう感じですかね。私ですね、はい、先輩とね、お話をしたんですよ。おお世話になってる先輩とお話ししたんですけど、そしたら、やっぱおぎちゃんの大晦日の試合、すごく感動した。ああ、本当ですか。嬉しいな。その時、ちょっとおぎちゃんに伝えたいなと思って。ありがとうございます。本当に。おぎちゃんでもすごい見てくださってるみたいな。あ、本当ですか。いや、嬉しいですね。そうやってバイクをピンクにしたのはあれはないだろうっては言ってましたけど、ああ、確かに、はい、すごく見てくださってるんで、ありがとうございます。いろいろ浸透してきてるなと。嬉しいですね。はい。今日もね、階段ダッシュしてたんですよ。はいはいはい。そしたらね、車がバッと止まって「おぎちゃんですか?」って言われて「堀口倒してください」って言ってくるの。そう、登録してますって言ってました。ありがたいですね。ありがとうございます。かなり広がってきてますね。いや、本当嬉しいです。声かけられる頻度がね、かなり多くなりましたね。ありがとうございます。そろそろ違いますって言おうかな。まだ伸ばして、あ、まだ伸ばして、あ、わかりました。ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。おぎちゃんシールを今こうちょっと作ろうっていう話が上がってて、そういう感じで。今日は何でしょうか。今日ね、私また素朴な疑問ができてしまいまして。疑問シリーズ。疑問シリーズ。一般人からの疑問シリーズ。ああ、そうです。この前のグローブについていろいろ語っていただいたじゃないですか。結構伸びてましたね。結構伸びてましたね。まあそれちょっと味を占めてというかですね。はいはいはい。まあコメントもあったんですけど、男性の大事な部分を守るファールカップですか。ファールカップ、はい。あれについてちょっと聞きたいというコメントがあったんで、それについて何を聞きたいかわかんないです。冗談です。まあわかんないんですけど、まあ僕なりの話をしていいですか。はい。まず、おぎちゃんの練習の時ってあんまりあれですよね。僕はね、ファールカップつけないですよね。そうなんですよね。確かに見たことないわ。つけないですよね。あれはなんでつけないんですか。いや、なんか動きづらいじゃないですか。まあ動きづらいですよね。ただ、こう、もし、まあ練習ですけども、まあお互い、ね、しっかりこう取っ組み合うっていうことで、もしかするとこう蹴られる可能性もあるわけじゃないですか。何回か蹴られた時あります。はい。それでもつけないと。つけないです。なんか動きづらいっていう、本当にただそれだけの理由。あ、本当ですか。逆にこう試合を想定してつける感じをこう練習するみたいのはないんですか。それもないかな。本当に動きづらいから。とにかく動きづらいし、なんか筋的ファウルカップも毎日洗うの嫌なんですよね。ああ。で、実際この、一般の方からすると、はい、まずあれがどういう質でできてるかとか、なるほど。そこわかんないじゃないですか。はいはい。まず、一般的に練習の時につけるものというのかな。はいはい。あれは大体こう、プラスチックがやっぱ多い、人によるんですかね。人によると思います。あ、そうなんだ。ちょっと待ってもらっていいですか。持ってきますか、じゃあ。あ、いいですね、いいですね。僕が知ってる限りは、ものの質というか、できてるものは2種類ですよね。一つは鉄で、一つはプラスチックでできてるやつがあります。まあこういう感じでできてるんですけど、まあこういう鉄でできてるやつは大体紐なんですよ。ここに紐の穴がある。僕取っちゃってるんですけど。鉄なんですか、本当に。鉄です。あ、これ鉄なんだ。これ鉄です。これ。本当だ。うわ、すごい。そうです。はい。だからこれ蹴った方が痛いですよ。で、こことここに紐があって、大体これをこうギュッと試合の前に結ぶんですよね。ティーバッグみたいな。あ、そうです。もうギュッと結んじゃうんで、僕タフの時手伝ったんで、毎回ベナビデスに試合前パンツ下げて、結んでもらってました。クレイジーって言われてました。でもやらないとダメなんですよね。そうなんです。で、もう一つが、まあこうやってプラスチックで、まあこう履くタイプというか、これ取り外しできるんですよ。それがだから練習では大体みんなそれを使われてるような。大体みんなこういう形のものです。僕空手やってた時もずっとこの形でした。鉄は結構ムエタイとかの選手がつけるのかな、多分キックの選手とかで、中こういう感じ。こっちですね、プラスチックになってます。ここに収めるって感じです。こういう感じで。で、昔僕紐だったんでもうやってたんですけど、怖くて鉄じゃないと。でも一回紐ギュッと結ぶとできないんですよ。で、紐結ぶのって結構一人じゃできなくて、人にやってもらうんで、でこういう輪っかができるんで、それをテーピングでぐるぐる巻きにして止めるんですよ、試合前は。結び目が取れないように。だからトイレ行くのが大変で、こう横から出してもこうギューってなってるんで、終わったなと思って戻した瞬間にブラーって中で出るっていう事件が何回かあったんで、なのでこの形にして僕は途中からこれ入れてました。あ、そうなんだ。はい、でも最近はもう今プラスチックにしてますね。はい、まあ、金滴ももらわないし。それはなぜプラスチックなの？大きさがちょっとちょうどいいというか、ちょっと大きいんですよね。で鉄、こうなんて言えばいいんですか、曲がんないじゃないですか。だからちょっと痛いんですよ、股の部分が。だから今は僕こういう感じでやってます。どっちもいいですね。はい、そういう感じですかね。それはどっちでもいいんですね。どっちもいいです。つければいいんですね。はい、ちゃんとファールカップつけてる。まあこれちゃんと機能してるんで、ファールカップとして。タフも別にプラスチックでもよかったんですか？はい、プラスチックつけてるやつみんなつけてましたね、プラスチック。はい、そうです。あ、そうなんですね。はい、そういう感じですかね。いや、そのファールカップ事情も面白いですよね。はい、どっちでもいいんですね。どっちでもいいはずです。実際今まででも小木ちゃんが金滴食らったのはダンタス戦ですぐらいです。ダンタス戦ぐらいかな。ですよね、多分。はい、実際でもこれ本当男性にしか分かんないじゃないですか。はい、本当に痛いですよね。でもここがそれ守られてないで当たるとめちゃくちゃ痛いじゃないですか。やばいです、やばいです。それを守るためのそれってことですから、ね。あ、そうです、そうです、そうです。これはもう男性にしか分かんない痛さじゃないですか。はい、いや、これつけててもやっぱり当たれば痛いですよ。これつけててもやっぱり思いっきり蹴られたらめちゃくちゃ痛いですね。これで潰されるってことだもんね。はい、そうです。だから過去にちょっとどなたかは覚えてないんですけど、確かね、金滴ファールカップが割れちゃったっていう人も確か昔いましたよ。それぐらい強烈に入っちゃうんで。ですよね。だからやっぱどうしても心配な人は鉄の方がいいんじゃないかな。でもなんか鉄も割れたっていうね、人も昔なんかいたんだよな、誰だったか。なんか血尿出るとか言いますよね。言いますね、金滴やられると。そう。もうね、だって命に関わるぐらいですよね。いや、本当ですよ。弾やられたら。あまりに強打されると本当吐き気してきますよね。試合中にそんだけのダメージを負った時は幸いにも運良くないんですけど、僕練習中にファールカップつけないんで、一回ね、その膝蹴りを思いっきり、自分、いや相手はあれですよ、故意にやったわけじゃなくて、僕がフックで入った時にたまたまこう膝蹴りが、この棒の部分にですね、ガンって当たっちゃったんですよ。球ではなくて。ものすごく痛くて、立てなかったですから、もうすごい全身もう汗が出てきて、本当にやばいかもと思って。棒の方が痛いですかね。いや、僕球を思いっきりやったことがないんでわからないんですけど、でも棒でもそれぐらい痛かったです。とんでもない痛さだったんで。ですよね、やばいですね。はい、急所なんで。すごい今回ヤーマン選手がめっちゃ痛そうです。あ、やられたんですか。うわ、そうなんです。なんか初めて金滴食らってって言って。あ、そうだったんです。超痛そうだったんです。そうでしたね。いや、痛いですよ。だってね、男性ならわかりますよね。やばいですよ、痛さというか。お腹がね、空手の時に何回か球蹴られた時はありますけど、やっぱこうお腹がもう痛くて、お腹が痛くなってくるんですよね。気持ち悪くなってきて。そうですね。そんな感じですか。これ女性つける方もいらっしゃるんですか？女性も確かあるはずですね。形状同じなんですか？いや、もうちょっと多分小さいやつで、まあ、見た時ないんでわかんないですけど、確かあるはずです。空手の時つけてた方が、あと胸のやつも確かありましたね。あ、そうなんですね。なるほど、なるほど。急所なので、やはり。そうですね。そんな素朴な疑問が今日も多分解決したんじゃないでしょうか。もう一個だけ。どうぞ。はい。サイズとかあるんですか？サイズあります。はい。ちなみに僕はこの S です。S、M、L あると思います。でも結構まあまあですけどね。あ、本当ですか？ありがとうございます。あ、そういう。本当感謝しかないです。感謝しかないです。やっぱね、なんかこう大きいと股が開いちゃうじゃないですか。そうするとなんか嫌なんですよ、蹴り打つ時とか。できるだけこうコンパクトなのが僕は良くて、だから S にしてますね。まあ物が S というわけではないかもしれない。コンパクトの方が動きやすいということで。っていうことかもしれない。そんな S もっともっと立派だと思います。すごい感謝しかありません。ありがとうございます。まあそういう感じですか。感じですね。ただ金的はあれ痛いのかよとか言う人いると思うんですけど、マジで痛いですから、いくらこれをつけてても。しっかり見てください、この中の空洞。これぐらいだったらもうフィットしちゃってるじゃないですか。ここにこの衝撃加わるってことですから、めちゃくちゃの衝撃ですから、だからすごく痛いです。鉄でも痛いです。鉄でも痛い。そう、ここの鼠径部の骨にもガーンって当たりますから、もしね仮にちょっとでもこの玉や竿、棒がはみ出ててここで挟まったりしたらもう一大事ですよ。一大事だ。なので金的はマジでやめた方がいいと思います。恋でやる人は基本的にいないとは思うんですけど、ぜひそこら辺は注意していただいて、反則、僕がね空手やってた時教わったのは、反則を受けるやつは弱いやつだって教わってたんで、そういう考えがあるんで練習中もつけないのがあるかもしれないです。そんな感じです。非常にいい話聞けました。はい。まあそんな感じです。はい。また疑問ありましたらコメントいただければと思います。ありがとうございます。本日ありがとうございました。ありがとうございます。ほら、最後まで見てくれて嬉しいぞ。登録はこっちしてくれよな。見てる動画があったらクリックしてくれよな。じゃあな。